はい。えー、ということで、こんにちは。ということで、久しぶりの動画の更新になります。えー、っと、最近はですね、なかなか ICT、うん、なんか、まあ、うちの学校だとメタ文字クラスルームとか、えー、使ってるんですけど、結構馴染んでですね、なんか特段こう、取り上げて話をするっていう発想がちょっと僕の中浮かばなくてですね、 なんか本当に文具として馴染んできてる感が若干ありますえー、そういうこともあってですね。ただま1、あ、個英語教育の中でえー、なかなか ict 化進まないっていうのがえ1、ー、つはえー、小テストでえー、そしてその評価どうすんの？っていうところの議論とかなかなか進んでないと思います。で、まあ変な話もう毎日ですね。あの生徒見てると。 えー、単語の小テストに追われてるのを見てですね、うん、皆さんどうですか僕は心苦しいんですけど、まあ、自分自身が英語教員として、まあ、そして大学入試に向けて単語帳そもそも使ったことがないんで、えーまあ、出てきた単語で知らないやつをどんどん覚えていくっていうで大学で英英辞書使い始めてみたいなそういう学習歴なんで。 あんまりですね単語帳そもそもそこまであの高評価僕してないんですよね。であのまあ、古いタイプの進学校っていうのもあってあの昔はですねあの小テストで、えー、不合格があると1になるみたいな提出物出さないと1になるみたいな、えー、そういうなんかすごいことをやってた時期もあったらしいんですけどまあ最近はそんなことはないんですけれどもただやっぱり えー、英語教育の中で単語指導特にその単語帳を使った単語指導っていうのが、えー、かなりのウエイトを占めてる気がしてなりませんでまあこれがまあ本当に必要、まあ、必要悪かもしれないですあのとしてあるんであれば少しでも負担がね、えー、軽減できればなと、まあと生徒が少しでも英語っていう科目触れてハッピーになってほしいんですよね じゃあど,うしたんどうしたらいいんだろうってずっと考えて悩んでおります。であのつい先日あのそれこそあの、えー、某、えー、経験の、えー、A 先生からですねこんなんあるよって教えてもらってですねああ良さそうだなと思ったんですねホームページ見てもらえばあのほとんどあの過不足ない、えー、説明が読めますので是非、えー、読んでいただければと思うんですけどね。 グサっていう、えー、アプリウェブサービスを紹介したいと思いますといってもまだうちの学校もですねあの導入はしてませんあのえまだデモもですね触ってない状態なのでまたこの続報を作るつもりなんですけど AI を使ってここまでできるよというのをちょっと垣間見てですね「本当か?」とかっていう状態ですで単語を今まであの覚える アプリを紹介してきましたけど、例えば、えー、Windows だともう老舗ですね。暗記。えー、で、もう一つが、えー、クイズレット。で、まあ、あとは、まあ、いろいろあると思います。あの、えー、なんだろう。各種あると思うんですけれど、うーん、まあ、クイズレットはもうとにかく繰り返し繰り返しやる感じですね。で、暗記は少し、その、えー、 反,反復あのインターバルを空けた反復ですねエビングハウスの忘却曲線の理論を生かしたようなちょっと期間を空けて、えー、とかあの覚えられてないやつはなるべく短いスパンで繰り返すとか、えー、そういったような、えー、単語アプリはまあ今までありましたで単語1語儀、ね、ターゲットみたいですけどまあそれをしっかり覚えると、えー、いうやり方 だったと思いますただやっぱりこう発信の、えー、必要性っていうのはやっぱ上がってきてるわけなんで、えー、いい意味を書かせるっていうよりは英単語をしっかり書かせるとか、えー、うちだとシスタなんでミニマルフレーズがまあ、多少つづりミスあるとしても、えー、アウトプットできるとか、えー、まあうちの学校シスタンで、えー、僕の中では1章2章の単語は 勝ててほしいっていう願いはあるのでまあ一勝二勝はとこ五小とかなまあ一勝二勝ですね一勝二勝はまあ勝てるように、えー、単語を書く練習もやっぱ必要かなとで三勝四勝はまあ重要語彙だと思うのでまあ選べればいいとかまあえー、と五小だったら多義語なんでまあ選べればいいと日本語を選べればいいとか、まあ、その辺のなんとなくその 想定されるなんだろうこっちがターゲットとする力とですね、えー、テスト方法とかいろいろ検討はするんですけど南西線紙の小テストはもうやっぱつらいですね働き方改革にやっぱ逆らってると思うんですよで、えー、うちの高校蟹高校って言うんですけどまあ揶揄されて髪が多いから紙高校って揶揄されてるんですけどまあ変な話この。 小テストを作成すするのもですねテストメーカーありますけどテストメーカー正直僕はまう使えないと思っててそれは何でかっていうといろんな問題形式出してくれるんですけど例えば4択で出す場合4つの選択肢っていや機械的にこうボンとやった場合に何かしっくりこないというのがあるじゃないですか。とかまああのうちが使ってるテストメーカーだと英、えー、単語 えと日本語に当てはまるようにフレーズの中に英単語を入れなさいってい問題があるんですけどで ABCD の中の、えー、C と D はなんか見たことがない単語が入ってるからこれないなみたいなそれってどうかなっていうのがあるじゃないですか。ということはある程度考えて作んなきゃ本当のこっちが求める学習効果はないんじゃないかって思うと結構コストがかかるしでまあテスト、えー、仮に。 まあ原稿を作って印刷して切って各クラス分にえークリップで留めてって担当の先生に渡すみたいなことやってるんですけどまあ作成コストかかりますよねと。であの実施した後にこに合格不合格とうち総合採点で生徒に採点させてますけどたまにこうやってピラピラピラって見てちゃんと採点してっかなとかって見るじゃないですか。まあそそれれはいいにしてもそれをこう合格不合格格不で えチェックつけなきゃいけないんですね。で、チェックつけるときも、え替、ー、えってあるじゃないですか。で、替えするともうあの、順番がもうぐちゃぐちゃになるので、えー、こう、集計表の中の、こう、右往左往しなきゃいけない。もうこれも僕、すごくストレスなんですね。で、あの、今、えー、っと、iPad 上の、えー、っと、Excel、なんでしたっけ、Numbers か。Numbers で集計してるんですけど、あの、 感度が良すぎるのかあれなんか僕の指そんなに細くないのでこうラジオボタンをポチッて押した時にですね隣の,あのセルのチェックが消えるとか何かそういうのもあったりとかしてガチッと管理するってのはちょっと厳しいなと思っててまあじゃあエクセルでちゃんとやればいいじゃないかって言うんですけどなかなか席に座ってられる時間も限られるということでこの集計コストを何とかしたいなと。 で、さらに落ちた子たちほっとくわけにいかないのでってことでうちは最終を、えー、合格するまで再試っていうのでまあ採取でこう何て言うか喋ったりとかですねあのー「この単語読めてる?」とかそういう言葉がけとかまああのー「多少こいつ勉強してきてたなと思ったらあのー、A で始まる単語で」とかってヒントあげたりとかする時もあるんですけどまあでも。 学びの機会を提供するという意味ではいいんですけどただ放課後とかしかなかなか対応できないじゃないですかで8時間の中で勤務時間はね7時間15分でしたっけ45分でしたっけの中でじゃあその対応にかけられる時間って限られるじゃないですかでまあ僕文化部ですけど運動部の先生でね英語の先生やられたら大変じゃないですかっていうとどこでその時間ひねり出すのっていう問題も実際出てきていて まあ、定着に対してすごくあの意味があるとは思うんですけど、えー、それに対しての、えー、コスパうんだ、えー、とダメだったやつをもう一回勉強してさらにその範囲をもう一回見直して受けに行くで受けに生徒側からすると受けに行ったら最初の人たちがたくさん並んでて待たなきゃいけないとかね。で、えー、最初やってる僕の方からしてもずらーっと並ばれてたら結構うんざりするじゃないですか。 まあそれをねすごい義務感感じてやってらおられる方はすごいなと思うんですけど僕はうんここなんとかアウトソースできないかなっていうのはやっぱり思ってましたでやっぱりその僕まあ個人的にライティングとかにやっぱ興味があるっていうのもあってもうちょっとアウトプットさせたいなとか思、えー、うとやっぱ小テストもうちょっと外注っていうか授業外に出すことってできないのかなと、えー、であの画面って 見ながらね、例えばシスタン、えー、とこうやって探しながら答えを選んでっていう子も多分出てくると思うんですけど毎回毎回それやってたら多分大変ですよねだから最初の1回ぐらいそれでやってで規定のうんと時間ねあの制限時間をオーバーしたらまた再試とかえー、やればいいわけなんでんかその辺のところってもうちょっと。 政党を信用してもいいんじゃないかなっていう思いもあってなかなかちょっとうまく回ってないなっていうのが今のところの所感です。でそこでもこの紹介していただいた物草なんですけど、えー、サイトの方こちらの方になりますのでであの動画の詳細欄の方に載っ、えー、けておきますので是非見てください。であのまあ細かいプレゼン資料とかもいただいてですね あの開発あの画面とかもあの一応画像とか持ってるんですけど著作権のこともあるなと思ったんで、まあ、エッセンスだけ伝えさせてもらうとですね何がいいか、えー、まず Excel 基本的にあの、えー、クイズレットと一緒ですねあの立てれずに問題と答えが ExcelCVS ファイルに入っていれば それで問題を読み込んで作っちゃうことができるようなので、えー、教科書会社さんから、えー、そういうテキストをもらえば、まあ、エクセルのセルに流し込むのは割かし簡単だと思うので、まあ、えー、作成のコストも低い、安い。で、えー、英語化で、あの、導入するっていうのは結構コスト高いんですよ。まあ、あの値段いっちゃいけないかわからないんであれですけど、えー、まあ、 プラッシュより高いなっていう、えー、状態です。なので1つの教科だけでこれ導入するのはなかなか難しいと思うんですけど1問1答形式を、えー、課題で出したり小,だ小テストで出してる科目って結構あるじゃないですか。っていうと他の科目と連携して複数の学年で使うっていうことにすれば、まあ、5500p <laughs>、えー、ですねはいっていうコストはまあそんなに悪くないんじゃないかなと思います。 で、あとは、うんと、出題形式、あの、クイズレートとか暗記っていうのは、どうしても出題形式が一回、一つしかないですよね。A、A 面があってうる、裏返して B 面しかないので、えー、あと、まあ X、なんだ、Google フォームか。だと、並び替え問題とかできるんかもしれないですけど、まあまあめんどくさいし、ハードルが高い。えー、っていうのもあるので、 まあ正直その辺ってもうちょっとえ簡,単になる簡単になるといいかなと思っててでえー、っとまあ例えば A 君が1回受けたとするじゃないですかであの1番と2番間違えてたとでしたら1番と2番の問題だけは難易度が低い出題形式に変更してくれますみたいな、えー、そこがあの学 何回も何回も繰り返しでやっぱ記憶って定着するんですけど同じこ同じ出題形式を繰り返すよりは出題形式変えた方が脳多分活性化しますよね考えますからねえー、っていうで本当にしんどい子たちなんかはもうディクテーションじゃないですけど薄く文字が書いてあるからそれ見ながら打つとか、まあ、結構そのあの粘り強くあの取り組む、えー、取り組めるような えー、出題形式を用意してあるので、まあこれ結構いいなと思ってます。で、どん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 授業間に取り組んでいくと、で取り組んだ成果も実はあのスケジュール管理とともに、えー、そのうんと取り組み状況ですねを、えー、この時間帯にこの教科をここれやってますとか、えー、いうのが一覧でも見れますし、えー、あと三者懇談とかの、えー、機会に えー、これぐらい、えー、この知識の問題の習得を取り組んでますよって一覧表を作ってくれるんですね。これがすごくいいなと僕は思っててやっぱりその、えー、っと小テストを成績に入れる場合に、えー、やっぱり主体性で入れるしかないなぁとは思ってるんですね。まあ、知識技能で入れてもいいと思うんですけどうん。であのうちの場合はえー、っと 最初のベースで知識技能に入れちゃいましたがよくよく考えてみるとその、えー、取り組み自分がやっぱり英語読めない、えー、英語読めない理由は何かっていうと単語知らないからだとあじゃあ単語一生懸命覚えましょうねとかえー、長文そらそら読めるように新しい未知の文章出てきた時にそらそら読めたら気持ちいいから、えー、単語覚えようという、えー、動機づけをして えー、それに対してどんどんんん取り組んだとでまあ、あのリーディングのね力がついたとか、えー、今までこうなかなか頭に出てこなかった単語がスラスラ言えるようになったとかわかんないですけど、まあ、そういうような、えー、と実際の学力に直結するって考えるとこれ主体性評価で持っていくっていう方が僕は妥当だと思っててでその場合頻度で見ればいいんですよね。うん、だから変な話、えー 同じ学年で、えー、修繕と別で違う課題を与えていたとしても、えー、ある一定期間の、えー、取り組み頻度を比較する、えー、ことで、えー、主体性といいいうものを、えー、評価できるんじゃないかなか思いますで使えば使うほど多分あの記憶が定着するわけじゃないですかで定着したら、えー、知識技能が伸びていくわけですから。 で知識技能が伸びると多分市販票も伸びてくるっていうそういう構造だと思うのでって考えるとうんあのー、すごく、えー、成績にも入れやすいでオートメーションできるからいいんじゃないのって思ってますで僕の話を聞いてですね本当にいいなと思ったら、まあ、直接あとは物草さんにですね、えー、問い合わせていただいて、あのー、デモしてもらえばいいかなと思いますんで まあよかったら参考にしてください。ということで、えー、今日はグサの話、そしてまあ、えー、小テストどうすんの的な話でした。ありがとうございました。